鶴岡信也がマスク越しに驚いた大谷翔平など強打者5人。ヒットを打つ天才。これが首位打者のスイング軌道か。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。日本ハムとソフトバンクで保守として19年間プレイし、通算7度のリーグ優勝、4度の日本一に輝いた優勝受け負い人の鶴岡信也氏。 そんな鶴岡市にマスク越しに見た強打者5人を挙げてもらった大谷翔平、日本ハムエンゼルス投手大谷翔平とバッテリーを組んだのは1年だけでしたが打者大谷翔平とは4年間対戦しました翔平の打者としての一番の凄さは逆方向へのホームランが多いところですプロ入り1年目のキャンプバッティング練習で翔平は全く引っ張らないんです バックスクリーン左の一番深いところにバンバン打ち込んでいました。逆方向を意識すれば、ボールを長く見られるから、センターガンも良くなるし、打率も自然と上がっていく。その意識の高さに驚かされました。もちろん、逆方向に打っても飛距離が出るという自信もあったのでしょう。村上総隆、ヤクルトや柳田祐希、ソフトバンクといった逆方向にホームランを打てる打者は最強です。 高卒1年目、投手としては荒削りでしたが、打者としては大切なことをすでに理解していたし、ある意味、完成されていたと言っても過言ではありませんでした。それ以降も体のサイズアップとともに、すべてにおいてレベルアップしていきました。思い出すのが、翔平の4年目、地下広し大ソフトバンクとバッテリーを組んだ試合で、外角ストレートに素晴らしいボールが来ました。 小平のバットも折れた音がしたので、打ち取ったと思いきや、打球はレフトスタンドに飛び込んだのです。思わず、えっ、っと僕と地下は顔を見合わせました。いわゆる、ブロークンバットホームランです。とにかく、小平は内角球も腕を畳たたんでうまく引っ張るし、外の球も引きつけて長打が打てる。来た球に反応して打つ時もあれば、配球を読んでスイングしてくるクレバーさもある。 バッテリーとしてはお手上げ状態です。正直、昌平のミスに期待するしかない状態でした。メジャーに行ってからもフォームをすり足に変えるなど、相変わらず対応力に長けています。技術力の高さはもちろんですが、常にもっと上を目指そうとする姿勢が素晴らしい。 野球解説者が語れるレベルをはるかに超えています。内川誠一、横浜ソフトバンクヤクルト、内川誠一選手は2008年に横浜で打率。378という右打者として最高打率をマークし、2011年にソフトバンクに移籍して、史上2人目の両リーグ首位打者を達成しました。僕が日本ハムに在籍時は敵として戦い、 ソフトバンクに移籍してからは味方として過ごしました。キャッチャーから見た内川選手はどこを攻めてもバットの芯で捉えてくるバッターでした。何より驚いたのが右打ちのうまさです。例えば走者一塁でバッテリーとしてはライトに運ばれて1、3塁にはしたくない場面。インコースを厳しく攻めてもボール気味のアウトコースに投げても測ったかのようにライト前に持っていきます。 バットに角度をつける技術。腰を回転させる。体のコントロール。それをマスク越しに感じましたね。外角高めが得意なコースだったと思うのですが、打率を残すために狙い球を変える。チャンスメーカーにも、つなぎ役にも、ポイントゲッターにもなれる強打者でした。ソフトバンク時代、同じ右打者としてアドバイスをもらったことがあります。内川選手の打撃理論はすごくシンプルで、左足をステップする指導を早くして、 バットを最短距離で出す。頭では理解できるのですが、実際にやるとなると簡単ではありません。私の中で内川選手はヒットを打つ天才、バットコントロールの天才でした。中村豪也、西部内川誠一選手がヒットを打つ天才なら、中村豪也選手はホームランを打つ天才です。長島茂雄さんの記録を抜き、 歴代14位の本類打数454本を放っている中村選手。この数字はもちろん現役選手最多です。一方で通算1990三振は歴代トップです。中村選手の場合、ホームランを打っても、ヒットを打っても、三振をしても全て同じスイングです。つまり変化球でも決して合わせに来ません。スライダーを完全に読まれて打たれる時もあれば、 絶好調でも簡単に三振する時もあります。バッテリーとしては三振だったけど、もう一個分ボールが高かったら危なかったという怖さが常にあります。中村選手は割り切りができるバッターです。僕もかなりの本塁打を健常しているのではないでしょうか。笑い、それに軽く振っているように見えるかもしれませんが、実際はものすごくスイングスピードが速いんです。その上、 バットにボールを乗せるのが上手いので打球が飛ぶんです。ウィリー・モーペーニャ。ソフトバンク・オリックス・楽天・ロッテ。外国人選手ではウィリー・モーペーニャです。2012年にソフトバンクで21本塁打。2014年にオリックスで32本塁打。2015年に楽天で17本塁打。2017年にロッテで15本塁打を打っています。右打ちの長距離砲で。 外に逃げる変化球に弱くて三振も多いのですが、当たればどこまでも飛んでいく。だから、コントロールミスしたらやられてしまうというプレッシャーがありました。しかも、普通はホームランの打球は放物線を描くものですが、ペーネーの打球は内野手がジャンプするような低い弾道でそのままスタンドインするんです。この角度で入るのと驚きしかなかったですね。福浦和也、ロッテ。福浦和也さんは、 2001年に首位打者のタイトルを獲得してから6年連続して打率3割をマークした高打者です。僕はプロ3年目の2005年から1軍の試合に出始めたのですが、その時に福浦さんと対戦しました。ある試合で味方の投手が外角にものすごくいいボールを投げて決まった。見逃しだ。と思った瞬間、 バットが出てきてレフト前に運ばれました。捕手というのは打者がバットを振るのか振らないのか大体わかるものです。でも、福浦さんは絶対に振ってこないというタイミングから目の前をバットが横切ってきました。これが一軍で首位打者を取る選手のバットスイング軌道か、と打たれたのに感動したのを覚えています。その後、福浦さんが現役引退する2019年まで何打席も対戦しました。 年齢とともに打撃スタイルは変わりましたが、内角低めのさばき方、外角球をレフト前に弾き返す軌道は福浦さん独特のもので、誰も真似できないと思います。鶴岡晋也、鶴岡晋也、1981年4月11日、鹿児島県生まれ、湘南高校時代は2度の甲子園に出場、三菱重工横浜公式野球クラブを経て、 2002年ドラフト8巡目で日本ハムに入団2005年に一軍入りを果たすとその後4度のリーグ優勝に貢献2014年に FA でソフトバンクに移籍201415年と連続日本一を達成2017年オフに再取得した FA で日本ハムに復帰2021年オフに日本ハムを退団し現役続行の道を模索していたが 獲得球団はなく引退を決断した水道博文テキストバイ水道ろしご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたしますよろし